こんにちは、こんにちは。今日は前回 CPU を完走したジャンク PC の続きだぜ。さて、今回はどのような改造を行うのか。またタイトルで丸分かりじゃないか。グラボをつけるんだろ。まあ、その前に前回のおさらいをしておこう。前回、ウプ主は、もともとセレロンが乗っていたやつを、コア i7 に交換したのだった。拍子抜けするほどうまくいったな。おお、コア i7 のシールまで貼ってあるじゃないか。ヤフオクで買って貼ったのさ。ところで、みんな大好きシネベンチの結果を見てみると、コア i7 にすることにより、CPU 性能は5倍弱にアップ。だけれども、グラフィックは2倍に過ぎなかった。なお、コア i5 と i7 は同じくらいの性能。これは、内蔵 GPU が5と7が同じだからだ。これはどうしようもないな。これは、3D マークを走らせた画面だ。カクカクだな。見てて辛いな。これはスカイダイバーといって、3D マークの中でも一番軽いベンチなんだが。ダメだな。ダメだ。まあ、こんなんで 3D ゲームをするやつなどおらんぜ。もともとそんな用途でもあるまい。いやしかし、ウプ主はこのデバイスに望みをかけたんだ。なんなの、これは。これは知る人ぞ知るアイテム。ノートパソコンに外付けグラボをつけるやつだ。そんなことができるのかい？前回も紹介したが、この PC はデスクトップと入っても、基本ノート PC と一緒で、グラボをつけるための、PCI Express×16 のスロットが付いていない。じゃあどうやってつけるのか。ああ、待て、意外に早く届いたぞ。安定のチャイナポストだな、箱は潰れていなさるが。中身は大丈夫だ。多くの YouTuber が紹介しているが、質感はいいな。そこで組み合わせるグラボは何なのだ。おお、これは GeForce 1650だ。なかなか最新のグラボではないか。お値段お手頃もそうだが、これのいいところは、電力消費が少なく、補助電源がいらないことだ。これなら、デスクトップの電源ではなく、スタイリッシュに、AC アダプタで稼働させることが可能になる。組み合わせる電源はこれも神塚の中では定番の、デルの AC アダプタだ。お化けみたいなアダプタだな。220W までいけるらしいから、GDP75W の GTX 1650は余裕であろう。プラグも挿すだけだな。もともと何の電源だ。知らん？さて、また分解だ。画面左下部分、PC を立てたら右上になるか。ここに、ミニ PCI スロットがある。なんか刺さってる。これは Wi-Fi のカードなので外すのさ。そして代わりに左のアダプタを挿すのさ。そしたらミニ PCI を PCI Express×16 に変換してくれるのさ。なかなかピンボケだな。おまけに自分の顔と被ってるし。この間にこのデバイスについて説明しておこう。EXPGDC でググったらいっぱい出てくるのだが、これが成功するかどうか時の運というか、かなり PC の機種とグラボを選ぶようだ。取り付けたグラボを全く認識しないという例も多く、認識してもエラーが出たり、先人はかなり苦労されているようだ。このパソコンの実績はあるのかい？ネットではなかったな。おお、ついたな。ついた。元通りカバーを戻して。メモリのハッチからコードを出すのだな。おお、ここに置いてござったか。固定はなんて。ギャンメンテープだ。ファイルだー。さっきのプラグをここに挿すのさ。 HDMI のプラグと一緒じゃね。出力の HDMI はグラボ側だ。間違うと壊れるかもしれないと取説に書いてある。おっかねえ。
電源を繋いで出来上がりだな。さっき Wi-Fi のカードを抜いたので、外付け USB で対応だ。内蔵の 11M から 11AC になって通信も速くなることを期待だな。スイッチ、オン。回った。回ったな。お、認識している。普通に NVIDIA のサイトのドライバでできたな。さて、3D マークだが、まずはスカイダイバーから。いいんじゃね。内蔵と見比べると団地だな。内蔵で動かなかったベンチもやってみるぞ。なかなかだな。さて次は重いと言われる FF15 のベンチだ。これもいけるな。言い忘れてたが、画面は外付けモニタに出ているぜ。もともとのモニタに出ないのは少し残念だな。操作、うつ主はいろいろ頑張ってみたらしいが、でもリビング PC なので、横にあるテレビに出力すれば大画面でエンジョイさ。次は実際のゲームだ。ジャストコーズ3じゃないか。Steam で安く売っていたのさ、関係ないが、Steam は時にアホほど安くなることがあるな。そうだな。85% オフとか。これも十分プレイできますな。シネベンチのグラフィック性能も大幅アップだな。操作、セレロンから比べると 6.5 倍だ。さっきの FFXV ベンチはやや快適判定。少し軽い FF14 ベンチはとても快適だな。さて、今回の魔改造 PC が、どれだけグラボの性能を引き出せているか見てみよう。比較対象はとあるサイトから引っ張ってきた、最近の高スペック PC の性能。CPU の世代が6世代も違うな。両方とも GTX1650 だが、どの程度性能に差が出るのか。緑のバーが魔改造 PC、青のバーが最近の PC だ。なかなか検討しているんじゃないか。そうだな。半分以上の性能は出ているようだ。3D マークなら5割から7割程度。あの重い、FF15 ベンチでは8割程度だな。6年前の CPU 性能と、アダプタをかますことによるボトルネックを考えたら、これはなかなか良い性能なのではないだろうか。しかし、今回も予想外にうまくいったな。そうだな、ウプ主は成功率は、よくて半々だと思っていたらしい。しかし、NEC のパソコンがこれほど懐の深いやつだったとは。そうだな、米沢に足を向けて寝られないぞ。さて今回も、世界中のバウエスター N のユーザーに夢と希望が届けられてよかったな。操作その通りさ。それでは今回は、これでおしまい。寝ろ。